どうも、パフォーマンストレーナーの総之助です。はい、では今回も BE:FIRST さんですね、 Shining One。 これって大島さんと踊ったやつかな、大島さんが踊ったやつなのか、ちょっとうる覚えですが、さすがの人気ですね。はい、僕の動画でもやっぱり、BE:FIRST さんあげたら結構見てくださった方多いので、どうもありがとうございました。で、BE:FIRST さんの、ファンの方々もね、副賞になりますけども、僕のこの動画っていうのはダンスの評価っていうよりはもう体の評価をね、どんどんしていきたいので、ここにあるように、パフォームベターっつってね、アメリカのにも協会ありますし、日本でも、北島康介さんが日本の支部を持ってますが、我々はパフォーマンス、人間の基本の動作というものをこう追求していく、追求し改善し強化する仕事なので、一緒に見ていきましょう。あれ、ここさ、ここあれじゃね、スタジオミッションじゃない渋谷のミッションスタジオ、スタジオミッション、ここ僕もよくスタジオで使うんですよね。わかんない、間違ってたらごめんなさい。多分そうだと思うんだけど。うわ、ちょっと待って、ね、この子がソータくんかい？ちょっとさ、えぐくね？うわ、なんちゅうバイブレ。これはね、見たことないんじゃないかな。今まですげえ見てきたけど、多分他の YouTube のダンサーさんがたくさん評価してるけど、うわ、あのね、フリッピングって言ってこう面をこう変えるチェンジのスピードがめちゃめちゃ速いっすね。こういった足のね、リーチングする柔らかさってすごく重要ですよね。うわっ、出ました。綺麗なポジション取ってますね、足のね。移動速いし、移動が速いし、反力、また反力だよ。うわ、ここのバイブレもすごいかっこいいっすね。なんでこんなことできんだろう。いや、ここ決め、ここの決めのスピードやばくないですか。スパッとこう股関節を下ろしたの、面を変えるの瞬間と面を、体をこう落とす動き、後ろのこの二人のこう、この空間のこう入れ替わりのこの表現っていうのは、主観スピードと安定がバチッてはまんないと絶対できないじゃないですか。そう簡単にできることじゃないですからね。うわ、ふわわわわわわっていう音をすごいうまく表現してますね。いちいちこのスライドで移動するとか半端ない。いや、このグループは上がるわ。こんなジャパニーズグループいたなんて知らなかったな。大島さんしか見てねえわ。ういっす、多分この曲だったと思うんだよね。うわ、細かい。いやー、ここさ、アームのスイングもちゃんと揃えてるのすごいですよね。ただだらついてないで、ここすごい練習してるんだと思いますよね。
この子、バイブル半端ねえな。うえ、うえ。このずんどんずんどんってこの動きはめちゃめちゃその体の安定力使うんですよね。これ何かっていうと、体を、ヨガやってる方は分かると思うんです。ベンディングなのかドロップなのか、これ全然その体に対する反応が違くて、これベンドが入ってるんで、そのベンドするスピードとこれドロップも入ってるんで、ベンド&ドロップが入ってるんで、これで瞬間的にドンドンって取ってるじゃないですか。だから後ろ側の、これ体幹とかみんなわけのわかんないこと言わないで、後ろ側の後面の安定性、いわゆる後面に存在する体幹の安定性も一気に発火しなきゃいけないし、なぜかって言ったら倒した瞬間、脊柱が屈曲しても曲がって崩れちゃうからですね。そう。あとは股関節うまく落とせないと、なんて言うんだろう、反力うまく使えないんで、ぐだつく、こう、ボタッとした動きになっちゃうんですよね。相当体の、その、もちろん踊り込みで鍛えた体っていうのもあるけども、踊り込んでも体のその素質、根本的な質を理解してないと、こういう動きになれないんですよね。特にこういう動き。はい、ね、これさ、左、これ反力の測定器つけたよね。一瞬でこう、左にふわってこう乗って、右にこうしてつつも、フットワークに変えて、でもずっと反力殺さないですからね。こっから。こっから。いやー。上がるねー。くわ。うぅ。この子もすごい。なんかダンス未経験っていうか浅い子もいたんでしょう。おい。うぅ。誰今の。うぃ。くわ。食いながらこう、この子はボクシングやってた子、ハーパンだった子かな。ちょっとこの子やっぱぶっちまぬけてんな、このバイブレ。なんじゃこりゃ。ええー。さあ、この突っかけの反力、ここのさ、このスクープのこの足の股関節の使い方めっちゃかっこいいっすね。なんで自然にこんなことができるんだろう。おお、ここで。ういっす。うわあ。このメンバーさ、もちろんその K-POP のみんなそうなんですけど、なんかあんまりやっぱ日本もこうなってきてんのかな。股関節の使い方がすんごく綺麗でうまい。重心の落とし方が。うえ、ここ空間消すの強いし、このヒットかっこいいな、この二人。うわ、ここでもバイブレ入れてる。やば。うわ、皆さんに見えるかな？ここにね、なんだろうな。
わかんない、チャクラじゃないけど、ダンサーさん独特のその安定のポイントっつうのが僕にはなんか感じるんですよね。そこだけちゃんと点で取っておけば、あとは自由な感じ。だから僕からしたら、僕絶対こんな靴履かないです。動けなくなっちゃうから。特にこのフォースなんか絶対履けないから。だけどこっから畳みかけがえぐいっすね、これ。うえ。ぐひ。細か。くぅ。オーマイガード。おほほほ。これすごいっすね。オンパレード。すわ。まずアームのリーチの長さと、まあちょっとこうポッピン的な、ちょっとフレックス的な動きもありつつ、ウェーブの通しもありつつ、やっぱこう肘張れる。多分この子すごくダンス、まあ、優れてるでしょうね、確実にね。いちいちそのウェーブの通し方、バイブレーションもそうだし、あとこの肘とこの肩の使い方、いわゆる深み出し方とか体の使い方が、ちょっと並外れてる感じしますよね。ああ、この足を滑らせてないじゃないですか。体の移動で足がひっついてくるだけなんですよね。ダンサーさん、ほんと独特な体の使い方ですよね。足に荷重を乗せないっていうスライドの仕方。うー。姿勢が物語りますよ。うわ。この子ちょっとかっこよすぎじゃない？これ。いや、これ体鍛えられるわ。うぅ。なんかこういう弾き方使えるのほんと羨ましいな。うわ。くわ、柔らかー。だここのこういったとこの使い方わかるかな。もうフルで力が抜けてるし、その体の反応ほんとうまく自由自在に使ってますよね。が移動が柔らかい。これ絶対大島さん踊ってたよね、僕覚えてるわ。よし。うわ、硬い。うや、柔らか、本当に。遠目で見ると、タケル君みたいだよな。これはすごいわ。ちょっとこれに関してはそのパフォーマンスというよりも、どっちかというとそのダンススキルの方が多かったんじゃないですか。ごめんなさいね、僕はちょっとダンススキルに関してはそこまで詳しくはないんですけども、なんか見る限りはもうほんと自由自在って感じですね。なんかハイアンドローに出た子がいるの？ちょっと僕よくわかんないですけど。僕もね、ハイアンドローの撮影出たことありますからね。これあんまり載せていいものかわかんないけど 昔ね、まだ山田裕貴くんとか、ガンちゃんの時代に、ちょっとエキストラで、それが放送されたのかもしれないんだけど、対面っすよ。で、山田裕貴くんにボコボコにされる役をやったんですけど 演技できねえのに まあそれはいいとして、なんかあれなんですよね、たくさんコメントありがとうございます。そうたくんかな、多分このセンターの子がそうたくんなのかな、今更だけど。
ね、湘南の花っていう、あそこはね、なんて言うんだろう、本当に大舞台というか、もうやっぱそういったテレビに出てくるようなものもそうだし、そういった大会目指す子たちがなんかね、行くっていうような、なんかこう噂は、よく聞いてましたけどね。まあ、場所がどこであれね。あんまり僕調べない理由が前の動画でも言ったんですけども、結構感情移入するじゃないですか。あ、この子ここ出身なんだね、同じなんだ。あんまりそういう目線で見たくなくて、ほんと純粋に動きだけで人を判断したいっていうのがあるんで、あんまりだから調べないです。ごめんなさい。これからも言ってきます。あんまり名前を追求したいとかしないんで、でもコメント欄を見て、少しずつね、勉強しますので、はい。ありがとうございました。Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.